はい、じゃあ発表始めます。TensorFlow Quantum の MNIST と量子機械学習を PyTorch と BlueCat に移植してみたって話をします。私についてなんですが、旧 MDR、なんか7月1日ぐらいから BlueCat って会社名に変わったらしいんですけれども、MDR、BlueCat に勤めている加藤といいます。ブルーキャットをメインで開発しているのが私で、であと最近ミトーターゲット事業2020ってやつ、これは量子コンピューター専門のミトーですね、それもやったんで、それは個人開発、まあ、チームとして、別の会社の人たちとやってます。であと、趣味でなんか数学とかもやり始めてて、なんか検論とかその辺いいなみたいな風に思ってますけど、まあ、量子コンピューター以上に金にならないのがちょっと悩みかなっていうところはあります。で、TensorFlow Quantum なんですけれども、3月ぐらいかな、出まして、これは何かっていうと、Python のフレームワークで、ハイブリッド量子エコテン機械学習のためのなんちゃらかんちゃらだみたいなことが書いてあって、要するに今流行の量子機械学習を TensorFlow とあと Google が開発しているサークルで何かやりましょうっていうようなものですね。中身もちょっと後で紹介します。ということで、量子機械学習の時代がついに来たのかと思って、ちょっとこれやんないとなってことで、ホワイトペーパー読んだり、ソース眺めたり、 MNIST のチュートリアルをやってみたりってのをしました。あとこれたまに後で質問来るかもしれないんで先に言っとくと、ここで出てくる話は全部ゲート方式の量子コンピューターです。アニーリングの話はしません。であと、実際のコンピューター、量子コンピューターじゃなくシミュレーターを使っています。っていうのも、ね、実機に比べてシミュレーターの方がノイズが少なくて精度がいいんですね。あと、量子コンピューターの内部状態、量子状態と呼ばれてるやつを直接取得できるので、繰り返し測定をする必要がないということで、回路が小さかったらそっちの方がだいぶ早いですということで、シミュレーターを使いました。で、量子コンピューターの理想と現実なんですが、まあ、理想では結構言われているのが、量子コンピューターあればどんな計算でも一瞬で解けるとか、すでに Google が量子超越を達成したので、もう通常のコンピューターより量子の方が早いんだとか、あと、まあ、あんまりないと思いますけど、量子機械学習があればついにシンギュラリティがみたいな風に思ってる人もいるかもしれません。けど実際そんなことはなくて、まずそもそもどんな計算でも一瞬で解けるっていうのは大嘘で、量子コンピューターちゃんとできてもそれは無理だってのが分かってます。基地の物理法則を凌駕する必要がまずあるので、ちょっとそれは無理っていうのは頭に入れていただきたい。あと、量子的超越っていうのを本当に達成したのかっていうのは結構議論の余地があるっていうふうに、専門家からは言われていまして、あと、まあ、もし達成していたとしても、それで実用的なアプリケーションがあるかどうかっていうのは、量子的超越ではあんまり何も言ってないんですね。で、実際のところ今のところは実用的なアプリケーションないです。ということで、今ほとんどできることが何もないっていうのが、結構実際のところっていうことになります。で、量子機械学習をするとなんですけれども、これは想像を絶する以上にしょぼいということをまず最初に言っておきます。例えばシミュレーターはあんまり力ないんですけれども、それでも実機よりもまだマシということでシミュレーターを使ってます。けれどもまだやっぱりしょぼくて、で、実用面でなんかシミュレーターを超える実機が出たら状況は変わるのかもしれないけれども、それはいつっていう話もあります。ということでちょっとやっていきます。で、TensorFlow Quantum なんですけど、これ何してくれるのかっていうと、機械学習部分は TensorFlow を使って、量子回路の部分は SARC って Google が開発している、まあ、BlueCat みたいなやつなんですが、それを使って、じゃあ何をするのかなっていうと、これを、のり付けするライブラリになってます。っていうのも、量子回路を、TensorFlow の Tensor に載せるっていうのがまず一つと、あと、量子回路の Tensor に回路をさらに後ろに付け加えるみたいなレイヤーを作って、あと、その Tensor を、SARC とかを使って、実際に回路の計算をして値を取り出すみたいなレイヤーも作ります。で、
値を取り出すレイヤーについて、機械学習っていうのは微分ができないと誤差逆電波とかそういうのができなくなってよくないんですが、それを数値微分とか微分を与える別回路で何とかするような、そういうような、仕掛けも用意してます。そういうのを主にやってくれます。で、量子回路のテンソルって何だって話なんですけれども、これ何やってんのか分かんなかったから、ソース読んだらどうも、Google が大好きなプロトコルバッファーという形式にバイナリエンコーディングしてます。これは本当 Google がよく使ってる形式なんですけれども、よく分かんなかったらまあ JSON にしてるみたいな風に思ってもらっていいです。とにかくまあ文字列みたいな形にしてテンソルに載せているんですが、これってとりあえず載せられるっていうのは結構大きいメリットではあるんですけれども、まあ載せただけで、それを使って何か計算っていうのは結構厳しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これブルーキャットでもやんないといけないのかなっていうのは未だに結構迷ってて、これやってメリットがどういうところに出てくるのかっていうのがまだピンときてないので、とりあえず今回は入力はフロートにして、で入力値から回路を作るみたいな関数を用意しました。ということでやります。なので結構いろいろ衝撃ポイントがあるんですが、チュートリアルによると、まず3と6だけを取り出して3か6かを判定する問題にします。普通 MNIST って0から9まであって、その数字が何かを当てるんですけれども、その3と6しか判定できないです。多分これ量子ビット数とか計算時間の都合上下げてるだけで、3を識別する回路、4を識別する回路とガーッと並べたら力技でできなくはないので、多分時間の都合だと思うんですけれども、とりあえずフルでできないっていうのが結構な衝撃ポイントでした。で、これをなんともう一個の衝撃ポイントが、なんか不穏なリサイズっていうのをしてて、リサイズで 4×4 ってやってて、こうなってるとっていうので、もう一個の衝撃ポイントで、MNIST の画像 28×28 ピクセルで、正直今のコンピューターの常識で言うと、むしろちっちゃいぐらいの画像だと思うんですけれども、大きすぎるので 4×4 に画像縮小して、これもはや3か6か人間にもよく分かんなくて、逆にこれできるのすごいなっていうふうには思うんですが、まあこういうようなことになってます。で、こういうふうにしちゃったんで、なんかデータとしては一緒なのにラベルが違うみたいな画像がちょっと出てきたんで、ちょっとそれを削りますみたいなのやってます。で、さらにこれ、色がちょっと濃い、黄色っぽい部分、紫っぽい部分の2つに分けて、バイナリのデータにしてます。これは0.5を識値にやって日化してました。そしたら、なんか11,520サンプルあったうち193枚しか残らず、あと、なんか、どっちも一緒だねとか、44枚ぐらいはどっちのラベルもついてるよって状況になっちゃったけれども、なんかそれ削っちゃうと学習には少なすぎるので、まあ、いっぱい重複があるまま11,520サンプルでやりますっていうことのようです。っていうので、ちょっと PyTorch でもやってみました。で、同じようにリサイズしたんですけれども、結構同じ画像なんですけれども、雰囲気の違うような、画像になっちゃいまして、多分リサイズアルゴリズムが違うとかそういうことだと思うんですけど、ちょっと詳しくは調べられてないです。で、同じように0.5で識値になったら、なんかほとんどの画像が重複して、多分ほとんどゼロになったんじゃないかなって思ってます。なので識値を0.2に下げました。そしたらまあ大体、桁数としては同じぐらいの画像が残って、まあ重複も似たような感じでした。で、それをこのまま学習させます。モデル回路なんですが、まず16ビットのサイズに合わせて16キュービット用意します。で、各ピクセルの色の濃い部分を X ゲート使って、ビットフリップして1にします。で、測定用ビットに何か1個余分なの付け足します。で、測定用の量子ビットと各ピクセルの量子ビットの間に RXX ゲートをかませまして、で、回転角をパラメーターというふうに振ります。なので16パラメーター振ってますね。で、あと測定用量子ビットと各、ピクセルの量子ビットの間に RZZ ゲートも振らせて、これもパラメーターにします。なので、これも16パラメーターで合計32パラメーターを学習させていくというのをやってます。で、
ブルーキャットと PyTorch では何やったかというと、その入力テンソルとパラメータのテンソルからなんか量子回路を作って返すような関数を用意して、その関数をモデル回路というふうに呼んでます。というのでやっていきました。あと次、数値微分なんですが、全身差分法っていうのを使って、数値微分を PyTorch に実装しましたっていうのを、ちょっと前にキータの記事に書いたんで、興味ある方は見といてください。で、ロスとして、テンソルフローコンクアンタムではヒンジロスっていうのを使ってましたが、PyTorch には見つからなかったので、まあ適当に作りました。で、学習はバッチサイズ16、エポック数3っていうのは、これはもうテンソルフロークアンタムそのまんまやってます。で、バッチごとのロスと正解率を出したのがこのグラフで、ちょっとグラフ用のデータを取るのをミスって変な線が入ってるんですが、ちょっとそれは気にしないでください。まあ、なんとなく、ロスの線が下がってきて、で、正解率が上がってきてるっていうのは見えると思います。これやるの数時間かかりました。で、正解率を取ってみると、テスト用のデータでだいたい、1522ぐらい正解して、全部で1968サンプルなんで、まあ77%ちょいの正解率で、ちょっとテンソルフロークアンタムはチュートリアルで8割超えてたんで悔しいんですけれども、これやるのに数時間かかるので、あんまりパラメータ調整とかはやる気になれなかったなというような感じがありました。で、もう一個これが結構やばいポイントなんですけれども、テンソルフローコンタムの方のチュートリアルでは CNN を利用して、通常のやつですね。で、普通の大きさの MNIST を使ってやったやつと、あと、さすがにそれパラメータ多すぎるだろ、フェアじゃないということで、4×4 に縮小した MNIST 画像で、それを、どっちが良くなるかなっていうのを試してたんですけれども、Google さんがやってもやっぱり、古典の方がだいぶ良くて、フェアな比較でも、なお、量子でやるよりもいいという結果が出ました。私の方でもちょっと37パラメーターのやつは書いてやってみたんですけれども、一瞬で学習が終わって、で、結果も90%を超えてるっていうことで、なんか速度でも精度でも圧倒的に古典の方がいいじゃないかっていうような、ことが分かりました。ということで、ちょっと時間早く終わりすぎてしまったんですが、量子機械学習をやりました。正直今のところは何のメリットもなくて、想像するほどしょぼいんですけれども、これからやっぱり量子機械学習は続くと思うんで、今後この方向で考えていこうかなと思ってます。以上です。ありがとうございます。何か質問とかありましたらいただければ受け付けます。Q&A に来てます、質問。はい、なんだろう。Q&A ね。論文はどうやって勉強しますか？そうですね、これ、どうだろう。よくアルゴドゥ先生の資料が充実してるって言いますけど、難しいですよね。なんか、ベーシック弁論とかそういうのがいいんじゃないかなと思います。最近 YouTube でベーシック弁論を上げてる方もいて、それは結構わかりやすいかなとも思ってますが、どうでしょうね。難しいですね。私が聞きたいです。ご発表いただいたことが大体、量子機械学習のほぼ、世界的な現状ですか。ほぼ世界的な。量子機械学習、なんかすごい最近種類増えてきてるので、全部は追っかけてられないですけれども、やっぱり、Google さん割と追っかけてて、その上であれが出てきたので、ある程度は追っかけられてると思います。で、いずれにせよ、なんか革新的にいいっていうのはないと思います。で、あと、ベーシック弁論ですね。はい。結構いい本だとベーシック弁論は思います。で、しょぼくない例はありますか？私の知る限りではないです。量子ギャンは試されましたか？私は試してないんですけれども、キータの方でやって、ブルーキャット使ってやってくれている人がいて、いいかな。
ちょっと待って、今貼ります。どこだろう。チャットこれか。この今チャットの方に貼りましたが、これがかなり量子ギャンではすごくいいと思います。で、質問は全員に公開されませんか？これ公開されてないんでしょうか？よく分かってないんですが。で、回答しないと見ないんじゃない？ああ、そうなんですか。喋って回答しちゃった場合、ライブ回答っておっしゃいいんですかね。多分。よく分かんないけど、はい、分かんないけど、なんか押しときます。で、量子機械学習のしょぼい状況の解決には何が必要なのでしょうか。うん、これ、どうなんでしょう。まず今はその、しょぼい状況っていうのが、ハードウェアがしょぼいから、しょうがなくシミュレーターでやって、で、シミュレーターでもしょぼいって状況なので、まずはその、実用面でシミュレーターを超えてくれないとどうしようもないのかなっていうのがあります。あとは別の方向性としまして、なんか、量子コンピューターのアイデアを使って、特に量子の強さは要求されないけれども、普通の機械学習が速くなるみたいな、そういうような方向性みたいなのがあればいいのかなっていうのは思いますが、そういうものがあるのかどうかっていうのは今のところよくわかりません。問題設定が古典だとやはり厳しいという印象なのでしょうか。量子データの分類とか、どうなんでしょうね。やっぱりその量子データの分類、もちろん多分入力が量子データとかだったら、それを回路でいじってから値を取ってきて、それを機械学習にかけられるっていうのは多分すごい強みになると思うんですが、多分今のところ量子状態のまま、入力をして、それを量子回路につなげてみたいなこともハードウェアの方でできないんじゃないかなっていうのは思ってます。詳しくは知らないんですけど、やっぱりでも量子センサーみたいなのがホットにはなってきてますし、そういう方向っていうのももちろん期待はされてるというふうには思います。で、あと、理論的には量子ビット数が増えれば、量子機械学習も古典を性能面で超えるという認識であっていますか？それとも問題によりますか？まず、一つは今、量子ビット数が増えても精度が良くないので、それだとかなり結局、ほとんど何を見てるのかわからないっていうのもありますんで、精度面でも良くなってほしいっていうのがあります。で、性能面で超えるかどうかですが、アルゴリズムによっては、その、ちゃんと古典を超えるよみたいなことを示したようなアルゴリズムもあるんですが、結構、とりあえずやりましたみたいなのが増えてきたっていうのはあって、その場合本当に良くなるのかっていうのはよくわからないですね。で、最適化で量子機械学習と VQE を比較したときに強みはあるのでしょうか。量子機械学習と VQE ってそもそもかなり似てるんですね。VQE がもともと量子科学計算で、その固有値の計算のために作られたっていうのがあって、結構背景は違ってきてるんですが、やってることっていうのが結局期待値を取ってどうのこうのみたいな話で、なって、ってくるの で、特に最近の VQE、アダプト VQE とかはかなり複雑なことをやってるので、かなりどっちも近づいてるんじゃないかなと思います。別枠のウェビナーで検論勉強会やってください。ちょっと教えられるほどはまだできないんで、まあ、ちょっとまあ、なんか機会があれば考えます。
言論って情報系なら必ずかかるはしかみたいなものだと思っています。私もそう思います。なんで始めたかよくわかんないんですよね。で、量子コンピューターやその周辺と接点はあったりするのでしょうか。あると言ってる人もいて、なんかそういう本も出てますが、ちょっと私はそれ読んでないです。で、どうなんでしょうね、その、結局、そのベクトル空間を言論で扱ったりとかはあるので、まあ、何らかの接点はあるのかもしれないですけれども、言論やって量子コンピューターにすごく役に立つよみたいなことは私には言えないです。あんまり今のとこ感じてないです。アルゴリズムの開発です。はい。そろそろ時間なんで、はい。はい。わかりました。はい。なんで、じゃあ残りの回答をちょっと。はい。わかりました。文字でやっときます。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。